フィンランドサイマー湖のアイスロードアイスロードは寒冷地において凍結した自然水面の上に作られる冬季限定の道路のこと。これによって常設道路の存在しない孤立地域への陸送が一時的に可能になる。陸路がない場合に航空便として輸送される物資をより安価に運ぶことができるだけでなく航空便では困難な大きい重い貨物の輸送もできるようになる。 アイスロードは夏場のフェリーに対応する陶器の代替輸送手段であるがフェリーとアイスロードは毎年数週間並行して運用される。ノースウェスト順州都西一地区のマッケンジー川を渡るアイスロードアイスロードは気合はその他の障害物のない平坦でスムーズな走行を可能にする。雪は除去され湖を結ぶ短い陸路を連結して作ることもある。 アイスロードに似たものとして南極のウィルキンス飛行場のようなブルーアイスの滑走路や湖氷を利用した北極のドリスコ飛行場のように極地では氷上滑走路も一般的である。緊急着陸用の滑走路として決表面を利用することもできる。こうした道路は一般に低端地であったり、その他の様々な理由で通年の道路の建設が困難な地域で建設される。 陶器には、こうした障害はいくらか解消される。例えば、カナダノースウェスト巡州のイヌビックとトゥクトヤクトゥクを結ぶ区間のように、アイスロードがあることによって1年のうち数ヶ月、ほぼ水平で、迂回のほとんどない走行が実現される。冬に水面が凍結すると、アースオガーによって穴を開けて、水を溢れさせ、路面を厚くすることで、アイスロードが作られる。 表面を除雪し、氷点下の大気に直接触れされることでより速やかに氷が熱くなる。夏に氷が溶けた後も、道路の影響を上空からブッシュプレーンの窓越しに見ることができる。氷が光を遮って植物や草類の成長を妨げることで、固定に直線上に草のない部分が残るのである。夏季にはカーフェリーがしばしば使われる。 春と秋には大抵、フェリーの運行には氷が多すぎ、アイスロードを作るには少なすぎる期間が存在する。カナダ、北オンタリオ地方、ムースニーとアターピスカト間を結ぶオールバニー側の陶器道路を渡る自動車。道路の縁には目印として小さな木が植えられている。大型車は広い間隔と低速度を維持しなければならない。陶器には、 陸地より走行するのが容易であるとはいえ、水上の道路の利用はかなりの危険を伴う。トラックの重みで凍結面の下に波が立たないように一般に速度は時速 25km に制限される。波が立つと道路に損傷を与えたり、海岸線から氷が剥離するなどして危険が及ぶ可能性があるためである。大きな湖では気温差によって 表面の氷が膨張、収縮し、亀裂を生む、氷球脈が起こる危険もある。アイスロードは通常大型トラックの走行する場で、あるが、ピックアップトラックや小型自動車、スノーモービルなどの小さな自動車も見ることがある。氷を使用な土木材として用いるには、特殊な建築技術が必要となる。例えば、小岩などの段差を超える傾斜を作るために、 湖の水を汲み出し雪と混ぜて氷泥を作り、傾斜面の形にし、その後強い冷気にさらして、急激に凍らせる。摩耗して損傷した道路は、水を浅く溢れさせて凍結させ、新たな結氷面を作ることで修復する。2006年初頭、マクマード南極点道路を通る輸送隊。マクマード南極点道路は、 全長約1 4 0 0トルに及ぶ道路で、沿岸部のアメリカのマクマード基地と南極堤にあるアムンゼンスコット基地を連絡する。この道は雪を鳴らし、クレバスを埋めることで作られたが、舗装はされていない。道路を示すために旗が立っている。アメリカ合衆国南極プログラムは、南半球の下記に2本のアイスロードを保全している。1本は、 ロスタナゴーリのペガサス滑走路へのアクセスを確保するもので、マクマード基地から滑走路までの距離は約 22.5km に及ぶ。もう一つの道路は開票場のアイスランウェイに至る道で、長さは氷の安定性などの諸条件によって毎年変動する。こうした道は、マクマード基地やスコット基地、アムンゼンスコット基地への物資の補給に重要な役割を果たしている。 史上最古のアイスロードは1930年代にカナダ北部に建設された。航空便では荷が重すぎ、人を欠時に標準規格の道路を作るには土壌がぬかるみすぎている地域においてトラクタートレインと呼ばれる重い荷物を牽引する最高用のキャタピラ車を利用するためである。あとにトラクターによる貨物輸送は北部では見られなくなり、 整備されたアイスロードによるトラック輸送にとって変わられた。極北では1950年代にグリム賞運輸のアルハミルトンが初めてアイスロードを設計し、後1960年代にはバイヤーズ運輸のジョン・デニソンが1980年代にはロビンソントラックがこれを改良した。陶器道路やアイスロードはあるじにいくつかの州の北部にあるほか、 人口の希薄な北部のユーコン巡州や、ノースウェスト巡州、ヌナブト巡州でも見られる。ヌナブト巡州には、通年道路も数多くある一方で、ヌナブトとノースウェスト巡州のティビット港を結ぶ、ティビットコントイト陶器道路が、北米た地域の道路網への唯一のアクセス手段となっている。グレートスレーブ湖のアイスロードノースウェスト巡州の陶器道路は、 トゥクトヤクトゥク陶器道路をはじめとして、様々な孤立集落や再工場を、順州内の高速道路網に連絡している。ダイアビック鉱山は、ダイアビック空港とアイスロードでしかアクセスできないため、燃料や重機は、アイスロードが形成される陶器にしか運搬できない。陶器道路は、カナダ各州の人口気迫な北部地域においても見る、ことができる。 オンタリオ州のオールバニー川へ北に位置する村落のほとんどは、陶器道路の恩恵を受けている。州内で通年の高速道路が通じている北限の、集落は599号線の終端に位置するピックルレークであるが、北西オンタリオ地方の陶器道路のほとんどは、ここから北に伸びる通年の砂利道である、北西オンタリオ資源道路に結ばれている。北東オンタリオ地方では、 集落のいくつかはムースニーに結ばれており、この町は南部へ鉄道が通じているが道路でのアクセスは存在しない。ロシアと中国の間の輸送網は国境の町を結ぶアイスロードに大きく依存している。中路国境の冬季の気温は1月の平均最低気温で低く摂氏20度摂氏25度に達するため、 アムール川やウスリー川のような国境の河川は10月末から11月末には十分凍結する。代表的なアイスロードの例としては、黒川市とブラゴベシチェンスクを結ぶものや、水噴火市とポグラニチニを結ぶものが挙げられる。エストニアの関営アイスロード冬のアイスロード運営は、エストニア道路管理局が管轄している。アイスロードは、 道路全体の氷の厚さが少なくとも22センチメートル以上の時に開通することになっている。ベープシコのピーリッサール島に向かうアイスロードはほぼ毎年開通しており、バルト海上のヒーウマー島、ボルムシ島、ムフ島、キフヌ島各島とエストニア本土を結ぶ道路、およびサーレマー島とヒーウマー島は、ハープサルトノワローチ間の道路は、現当の都市のみ開通する。 2011年現在、ヨーロッパ最長のアイスロードは、本土のロフクラとヒーウマー島のヘルテルマーを結ぶ 26.5km の、ものである。アイスロードの走行にかかる制限は、以下のようになっている。ヒーウマー島とエストニア本土を結ぶアイスロード道路町は、以下の通り。クオッピオのカラコ城を除雪する、トラクターフィンランド運輸局が、陶器のアイスロードを管理している。 これらの道路は開放時は行動とみなされる。最長のものはピエリネン湖上を横断する道で全長7キロメートルである。道路の開通には氷は少なくとも4 0トルの厚さが求められる。アイスロードにかかる規制は以下の通りである。玄関の都市にはフィンランド本土からオーランド諸島、さらに諸島内の各所へ 市営のアイスロードが建設される。こうした道路の利用は保険の適用範囲以外である。アイスロードの上で停車することは認められていないが、道路から脇にそれて走行し、車を止めて釣りに出かけることは一般的である。冬にはアイスロードを全く経由せずに表情を通ってアクセスできるコテージもある。棚川の上には 通例12月から4月にかけて2本のアイスロードが作られる。走行には2トンの重量制限があるが、その他の制限はほとんどない。ノルウェーの至るところに凍結した川を渡るアイスロードが無数に存在する。ハバルフスクより約40キロメートル北東、アムール川の支流を渡るアイスロードアイスロードの一例として、ラドガ湖を横切るダローガジーズニがある。これは、 第二次世界大戦のレニングラード包囲戦において、冬の間レニングラードに至る唯一の交通手段となった。レナカミには冬季に何百キロもの長さのアイスロードが作られる。ロシアと中国の間にはアムール川を渡って国境を越える地点が数箇所存在するが、冬にはアイスロードが、夏にはフェリーが用意されている。スウェーデンの北部には、 多くのアイスロードがある。スウェーデン道路庁が大部分を管理しているが、私有のものも存在する。アイスロードは通常氷の厚さが20センチメートルを超えると付設される。交通制限には通例以下のようなものがある。スウェーデンで最長のアイスロードは15キロメートルで、ボスニア湾西北部のルレオ諸島にある。これは、ヒンデシェストラナ港に橋を発し、ヒンデシュ島。 ストールブランド島、ロング島を本土と接続している。ルレオのアイスロードは、通例1月から4月にかけて稼働し、2から4トンの重量制限がかけられる。ステュール湖上にも数本のアイスロードがあり、開通時期や重量制限は、ルレオのものと同様である。スウェーデン西南のアイスロードは、イエルマレン湖上、ビン島に渡るもので、氷が薄いため開通しない都市もある。 他のアイスロードと同様にフェリーを運行するには氷が多すぎ、アイスロードを作るには少なすぎる期間が存在する。固定や海底にパイプから圧縮空気を送ることである程度氷の形成を防ごうとする試みもあった。アイスロードはフェリー航路からある程度離れたところに設置する必要がある。スウェーデンにはフェリーやアイスロードに代わる。 迂回路として橋や湾岸を通る道路のうち8 0トルを超えるものはない。ホルム島のような島所を結ぶ道にはいくつか例外があるが、ここでは採氷能力の高いフェリーが用いられている。合衆国大陸部スペリオル湖上に本土のウィスコンシン州ベイフィールドとマデリン島のラポイントを結ぶアイスロードがある。道路は約3 2キロメートルの長さで、 夏場のフェリー航路に代わって、年に数週間供用される。道路を建設するには、氷が薄く、フェリーの航行には厚すぎる場合は、学童を島から本土へ送るのに、ホバークラフトが利用される。ミシガン州のマキナック海峡では、マキノー島及びボイブランク島と本土と季節的に、アイスロードが結んでいる。アラスカ州のプルドーベイには、 北極海を横断する4 0トルの長さのアイスロードがあり、時速1 6トルに制限されている。冬の数ヶ月、海上の油田開発のために利用される。プルドー湾から伸びるアイスロードは他にもあり、アラスカ州ポイントトムソンへ至るもので、某フォート海上に1 0 9トルにわたって伸びている。このアイスロードは主にポイントトムソンに物資を供給する。 ピックアップトラックが利用している。夏の貫道路の存在しないクパルク油田とアルペン油田を結ぶアイスロードも存在する。この道路はコルビル川に沿ってナイキュース集落にも通じている。道路はおよそ全長 50km でアルペン油田の運営に欠かせない物資の供給や掘削機の輸送に利用されている。 2003年にはダイヤビク鉱山までのアイスロードを作るスタッフや貨物を運搬するトラック運転手に密着したドキュメンタリーが NHK で放送された。2008年の映画フローズンリバーは凍りついたセントローレンス川を車で渡ってカナダからアメリカへ向かう不法移民の移送に携わる二人の女性を描いた物語である。カナダとアラスカのアイスロードは アイスロードトラッカーズにて代々的に取り上げられた。ありがとうございます。